いやー、大会定期的にやるとパラの持ち気バーンあるからね。楽しい。いや、マジ楽しい。マジ楽しいわ。これよ。気持ちいい。いや、キャリア見て何やったらマジダイヤさんなんだよな、俺。あれ、妹リッパーでした。いや、言ってたよ。言ってたけど、あの、いろいろ、いろいろさ、ほら、配信の。ああ、やっぱ。ね。うん。闇に守られました。闇に飲まれた。もう飲まれましたね、それは。うん。キャリアめてマジなんだ今。パラランドのランクはさ、うん、あの大きなくくりをまたいでも下がるの？くくりをまたいでも。ああ、ロールみたいなんかね、あのエーペックスみたいに。そう。ああ、下がんないとかない。下がる。ピッて下がる。もうピッていうもうピッて下がるよ。一瞬で下がる。一瞬。俺だって2日で200ポイントピッてなくなったからね。なんか結構ヘルス高いわけでもなく。ああ、そうもう一瞬。もうピッて下がる。私もランクやってみようかな。オッケー、ありがとうな。ランクはいつも悪い。結構心強くないと。やんない方がいい。5人で。楽しいってでも楽しいってやった方がいいよ。5人で楽しむバロラントだけ知っとくだけでいいよ、もう本当に。いいのも悪いのも全部知ってる。え、この中のメンバーで私と回せる人っているんですか？いないか。いない。俺が、俺ゴールドで。多分俺がダメだったらみんなダメだから。そう、自分回しちゃうとちょっとまずい。いやスタさんこっち入って。じゃあもし誰かとランクしたいってなったらスタミさんを誘えばいいんですね。そうだね、俺の。いや、まあ別にできんと思うけどね。俺置いてくよ普通に。どんどん上がっていくから。俺全然。いや、置いてくと思うよ全然。いや、待ってく。強いもんな、うまい。そうそう、待ってからないから俺は。ランク近くなったらやりましょう一緒に。そうじゃん。やろう。どうする？これで認定終わった瞬間プラスタートでさ。スターさん置いてかれて。様付きするわ。なんかめっちゃ前にランク出してたんだよね。どれぐらい前だろう。あ、見れるよ見れるよ。見よっか。ACT。あ、本当だ。めっちゃ前にちょっとランクついてるんだ。あ、プラさんなんだけど。スタさん。え、でもめっちゃ前だよ、めっちゃ前。え、待って、怖い。めっちゃ前、めっちゃ前。え、お願い。え、ちょっと待って、プラさん？エピソード1の。うん、いや、それでもじゃない。アクト2、プラさん。え、ちなみにエピソード1のアクト2は結構上がりにくかったから、ガチで強いやつよ。はい、様です。はい、様です。マジの冗談じゃなしに様になりました。お願いします。あっちゃ。あっちゃ、いててな、発言しちゃったな、俺。いや、マジで。置いてくよ、とか言って。俺、いて発言しちゃったのかな。置いてくよ、つって、もう置いてかれとった。すでに置いてかれとった。だいぶランクやってないんだな。そりゃ、うめえわけだわ。そりゃ、うめえわけだわ。いやなんか全然、だからバロールどんぐらいやってんのっすよ。なんか最初の方やってまたやめて最近始めましたみたいなこと言ったらさ、あ、じゃあ頑張んないといけないなと思ったら蓋開けてみたらプラチナやんけ。全然やってませんみたいな空気。そうだよ。いや、うちは強いもんだって普通に。最初しかやってないから。いや、だわ、なんかおかしいなと思ったんだよな。勝たせてあげたいもん。おかしな話だったから。